次に白石洋一君、白石君、委員長、あ、えー、立憲民主国民社保無所属フォーラムの白石洋一です。よろしくお願いします。えっとまずですね、えー、在職老齢年金制度の見直しの議論について、まあ今報道されてる限りですね、えー、撤廃も含めた見直し議論していて、えー、ただあまあこれ在職老齢年金 まあ、2つあるんですけれども、えーまあ、60歳から64歳、で65歳以上、65歳以上のところについては、えー、撤廃ではなく、62万円超にするかあ、それとも50万円超にするかというようなところまでは来ているというふうに聞いております。まあ低材料 低材料、60歳から64歳のところについては、ここの年金受給というのは、いずれはなくなりますから、ああ議論はそのあとでいいと思うんですけれども、では、この高材料のところですけれども、このまあインパクト、メリット、デメリットをえはっきり確認したいんですね、今、検討されている縮小、例えばえこれ、60、 2万円としてですね、それによって年間の年金財政の給付の増加金額というのは、いくらと見なされますでしょうか加藤厚生労働大臣。あの在職老齢年金についてですね、2018年度末の支給停止額をもとに、 65歳以上の在職老年年金制度の見直しによる年間の給付増を、これを試算をいたしますと、基準額を62万円に引き上げた場合は約2200億円、撤廃した場合は約4100億円の給付が、現行に比べて増額が必要になるということであります白石君。これ、山野委員もあの強調されてますけれども。 これ増えることは喜ばしいことだと思います、その受け取る方にとってはいいことだというふうには思います、ただ、この財源ですね、財源がどこから出てくるのかといったら、これは年金財政の中から捻出されると、でまあ、特定のところではなくて、広く薄く給付を抑えるということ形で,です、ね、財源が捻出されるということなんですね。 でその具体的な効果としては、マクロ経済スライドが長めになって、給付を抑える自動調整が長めになるという形で捻、えー、出される、で一旦た、えー、それが長めになったあとは、その低い、低いというのはあの名目じゃないかもしれません、実質が大事です、実質、物価上昇分も加味したあ形で,です、ね、実質低い形でずっと、えー、その後、 低いままの年金になっていくということだと思います。で、えー、質問です。じゃあマクロ経済スライドがこの見直し先ほどのえ62万円に引き上げたとして、えー、どれだけ長くなるんでしょうか。そしてえ何パーセントの実質引き下げになるんでしょうか。加藤大臣。 財政検証これ、ケースがいくつかありますから、ケース3について、報酬比例部分の調整終了年度は、現行では2025年度でありますけれども、2つの見直しのケース、給付調整の基準額を47万から62万に引き上げた場合には、これは同じ2025年度ということで、年度は変わらない、撤廃をした場合には2026年度ということで、1年。 先マクロ調整スライドが終了する期間が伸びるということであります。でまたそれに伴ってえ所得代替率これは報酬比例部分のということで言わせていただきますと現行二十五点三が何もなければ二十四点六になるものを基準額の引き上げの場合には二十四点四ということで三角零点二パーセント撤廃の場合には二十四点二ということで零点四パーセポイント 下がるということであります。白石君、えー、質問を通告してたのはですね、その所得対立もまあ一つの物差しでいいんですけれども、実感として、えー、分かりやすいのはあ物価実質のですね金額で何パーセント下がるか、それも多分準備されていると思いますので、大臣お願いします。加藤大臣。 えと先ほど申し上げたケース3の2026年度のうち、報酬比例は9万2400円がです、ね、基準額を引き上げた場合には9170円ということで、0.8%減、また全額,全額撤廃した場合には、9万1100円ということで、1.5%の減と、こういうことになります。 白石君あごめんなさい、9万1700円,17円が、えー、基準額を引き上げた場合、もう一回申し上げますと、基準額を引き上げた場合は、9万1700円で三角0.8、撤廃した場合は、9万1100円で三角1.5、そしても、もとものケースにおいては、9万2400円ということで、これは2026年とベースで申し上げております。白石君はい まああの62万円引き上げ、撤廃というのはもう、ちょっともうありえないと思いますま、62万円だと仮にしても、それでも一般の方々は0.8%、その在職老齢年金のこの見直しがこのままであったときと比べて、下がるわけですね、0.8%、まあ、1%近く下がるわけですね。 その一般の方々、特に、まあ、これはあ2階建ての部分ですから、えーまああの、厚生年金の方々の話ですけれども、それでもかつかつで,です、ね、年金で暮らしていらっしゃる方が多い中で、えー、この0.8%の大きいわけです。でじゃあ、誰がメリットを受けるかというと、えー、高材料で言ったらあ月,月の年金と、 でそのほかの収入、足して47万円、加えてこれは1階建て部分は考えてませんから、それに1階,1階部分、基礎年金が加わって、足す6万円ですね、ですから53万円、さらにはまあ配偶者の年金、世帯で考えたら、配偶者の年金もあるでしょうから、えーえまあ、これがあのご主人だったら、妻のお国民年金、基礎年金が6万円と。 いうことで、まあ、これは60万円月の収入がある方には、それはメリットがあっても、そのためのです、ね、犠牲があまりにも大きすぎると、ですから、これを考えるんだったら、これを考えるんだったら、よっぽどのこの見直しによってメリットがないといけないと思うんですけれども、どのようなメリットがあると考えていらっしゃいますでしょうか。加藤厚生労働大臣 1つ、どういう方が対象になるのか相当な高額所得者のようなイメージを持っておられるかもしれませんけれども、まあ、そのどこまで上げるかの議論ですけれども例えば今、47万が基礎でありますけれども47万今、入るか入らないかというぐらいの所得だとすると大体、モデル年金で報酬比例って7万円ぐらいだったといううに思いますから実質40万ですね。 そしてこれはあのボーナスも入れた金額で名目でありますしそれに加えてこれから社会保障、保険料引かれるわけでありますから、まあ、そういう働き方をされている方もです、ね、少し給与が増えたら50%収入が増えるあ減少される、まあ、その辺はどう捉えるのかということも議論の中であるんだろうという,ふうにも思います。白石君 大臣その減少というのは、ちょっとあの表現が誤解されやすいんで、まあ、あの増え方があそ,の、えー、そのままで、えー、伸びるわけじゃないということで、えーまあ、増えはするんです、額面で言ったら、ただ、増え方があその、えーまあ、点引き、まあ、イメージ、点引きされて、そのまま来るわけじゃない、それが在職、老齢年金だと思うんですけれども。 それでそのことによって、まあ、65歳以上の47万プラス基礎年金がある人が、あーまあ、これ、見直しによって、より働いて、そして厚生年金保険料は増えていくのかと、あるいはこれを目指してです、ね、やっぱりもう一回働こうという人がよっぽど出てこないといけないと思うんですけれども、その辺はどういうふうに厚労省として見てらっしゃいますでしょうか。 加藤大臣あの確かにです、ねえーと、これは学者の方の分析だったと思いますけれども、この高材料についてはです、ね、所得あ失礼就労抑制、えー、されているということは言えないんではないかという、確かデータがあるというのは事実だというふうに思います。ただ他方で厚労省の調査によると、えー 年金額が減らないように収入が一定の額に収まるよう、就業時間を調査しながら働くという、まあ、こ意識調査でありますけれども、えー、これは約65から69歳の場合、約4割を占めている、それからやはり私たち、これからですねより長く働ける環境を作っていこうということで、今、就労、就労、雇用継続制度って65まででありますけれども、まあ、これをさらに伸ばしていこう、そしてやはり一番あるべき姿は定年が廃止されたり、定年制が延長される中でですね、 まあ六十までと同じように働き、同じように収入をもらえるっていうのは、私は一つの姿なんだろうと思います。ただそうなった瞬間にですね、どれだけの減額になっていくのか。まあそういったことも踏まえながら、議論をしていかなきゃいけないんだろうと思います。以上。え白石君。最後の質問ですけれども、そのまああのパッと聞きはいいんです。で、えー、まあ増えることは働いて、えー、その見返りが増えることはいいんですけれども。その財源が、一般の。 低年金の方も含めてです、ねえーね、負担をお願いして、捻出するというところに問題があると、ですからこれをやるんだったら、高所得の人のから財源を得て、でこの見直しするなりですね、えー、するんだったらわかります、私としては、この在職老齢年金、もっとハードルを下げて、でそこで財源を捻出してで、低年金の人に上げたいぐらいですよ。 もうあの国民年金の方に、まに、あ、そ,まあ、そこまでを、えー、考えてほしいぐらいなんですけれども、少なくともです、ねえー、このお撤廃、あるいは引き上げというのはあ、もうやめてほしいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか加藤大臣。すみませんちょ、その前に先ほどの答弁で、あのモデル年金報酬比例、7万と申し上げました、まあ、9万の間違いでありまして、ちょっと訂正させていただきたいと思います。まあ、そういった意味でこの在職老齢年金 今あの、お話がありましたように本来、年金制度、保険料を納めた方はその年金を受給する権利を有していると、と、まあ、しかし、この在職・老齢年金の場合には所得が高い方はその分減額をされる、要するに原則ではなくて特例的に下げられているというのは今の実態なわけでありますで、そういう中でどのところまでそれを対象するのか、そこで先ほど申し上げた、じゃあ今かかっている方々の働き方っていうのはそんなに高い所得なのか。 まあそういったことも議論していく必要があるんではないかというふうに思います、今のままいくと、今の仕組みのままいけばです、ね、普通にノーサラリーマンと同じような形で働き続けていける高齢者の方が、その方も本来もらうべき年金を所得2に対して1ずつ減っていく、まあ、こういう状況になるわけでありますから。 まあその辺も含め、それから今、ただ委員がご指問になるように、非常に高い所得を持っている方もいらっしゃるのは事実だと思います、えー、その辺のバランスをどう図っていくのか、そしてさらに先を見れば、先ほど、他の委員の方に申し上げましたけれども、これは単にあの雇用所得がある場合だけでありますから、役員としてえ顧問料をもらうとか、ですねそういったものの場合には、この材料の対象にならない、まあ、そういったことも含めながら、先を見ていく必要があるんじゃないかなと思います。白石君 あの大臣のお話と、それは民間保険の考え方だと思うんですね、やっぱり公的年金ですから、所得分配で生活の底上げ、少なくとも尊厳ある生活が老後できるように、を目指すべきだというふうに思います、ここはもうちょっと価値観の違いかもしれません、次の質問に行きます。がんん治療なんですけども 温熱療法というのがありまして、これはがん治療で手術も薬物も、そして放射線もなかなか効かないという形の患者さんにとってはです、ね、これに頼るということなんですけれども、これの温熱療法の施、ね、術ができる病院も増えてほしいんですけれども、もう一つは、これ、ちゃんと保険でカバーされるのかどうかというところが、 あ非常に大事なあ部分で、で少し,どうしか、もしかしたら誤解されてるんじゃないかなと、患者さんの方でです、ねえー、地域によって保険適用されたりされなかったりするんじゃないか、あるいは病院によってされたりされなかったりするんじゃないかというようなあ考え方もされてるようであります。えー、まずです、ねえー、あこれはもう 一、えっと、つの質問でいきたいと思うんですけれども、診療報酬にですね、カバーされるものであるのかどうか、そしてカバーされるとしたら、どういう条件でカバーされるのか、これを答弁お願いします浜谷厚生労働省保健局長。 お答えいたします議員ご指摘の全磁波温熱療法でございますけれども、これはがんに対する治療法の一つとして保険適用されております。それと条件でございますけれども、治療計画上の疾患に対する初期の目的を達成するための一連の療法に対しまして、1回だけ算定することになっております。しかしながら、議員ご指摘のとおり、この療法につきましては、一連の治療の範囲とする期間、あるいはその期間内の施工回数等につきまして、 個々の患者の状態や医師の判断によるものとなっておりまして、不明確である、地域によってばらつきがあるという指摘がございますあの。今後でございますけれども、学会の関係者のご意見も伺いながら、要件の明確化、あるいはその周知方法につきまして検討してまいりたいと考えております白石君、ぜひですね、その一連の診療で、その初期の目的を達成するまで行うというところですね、はっきりと。 ま患者とその家族の方に周知していただきたいと思います。その目的がですね同じだったら適用外で違ったら適用されるというところも含めてですね周知をお願いしたいと思います。次の質問ですけれども、えー、最低賃金なんですけれども、えー、地域の最低賃金というのはこれはあよく、えー、報道もされ、えー、知られているところですけれども。えー この特定最低賃金というのがあって、えー、これは産業または職業ごとに適用されるというものですね、お手元の資料にもありますけれども、えー、合計289万人が適用されていると、でそこで、えー、私のところにお話があったのは、非常に危険なです、ね、化学薬品を扱っている労働者の方もおられます。 これは危険な分です、ね、最低賃金も当然高くあってしかるべきじゃないかと、でまあ、自分の,その時間給がその最低賃金よりもまあ超,えたと超えているにしてもです、ね、まあ、それが上,上がっていったら、それに連動して上がるという効果も認められる。だからこそ えー、化学業界、えー、危険なあ薬品を扱っているところは、あこの特定、えー、最低賃金というのが設定されるべきではないかという声があります、えー、この、じゃあ現状はどうかというとです、ねえー、塗料製造のところで6000人いるに過ぎないんですね。えー これやっぱり、化学の業界というのは、もっともっと雇用人数がいて、そして危険な薬品を扱っている特定賃金が適用されるべきだと思うんですけれども、ここはいかがでしょうか坂口厚生労働省労働基準局長。 答え申し上げます我が国の最低賃金につきましては、議員ご指摘のように、地域別最低賃金がすべての労働者の賃金の最低額を保障するセーフティーネットの役割を担っておりますけれども、今、ご指摘ございましたような、特定の産業または職業につきまして、関係労使の方々の申し出に基づいて、地域別最低賃金よりも、 金額水準の高い最低賃金を定める。あの特定最低賃金制度というものが、あの最低賃金法第15条に基づきまして設けられているものでございます。で、あの今委員ご紹介いただきましたように、あの科学工業関係では、この塗料製造業に係るあの4件の特定賃金が。 えー、設定されているというところでございますけれども、あの今後につきましても、あのこうしたあのもちろん危険物を取り扱う業種につきまして、あの特定最低賃金設定の,あの申し出があった場合には、あの厚労省からなるあの地方の最低賃金審議会に諮った上で、あで、しっかり適切に対応してまいりたいと考えてございます白石君。 これは地域によって違うとで、えー、地域によっては資産割によってもです、ね、保険料が計算されるとで、その資産って何かというと、固定資産だと、えー、でも固定資産はあっても、例えば自営業者で,です、ねえーまあ、商売をしてて、えー、都市部に、まあ、土地、家屋で、えーまあ、商売用にです、ね、少し広めにそれがあるとして、多く保険料がかかっていると。 いうう場合もあると思うんですしかし資産というのであれば、つまり、大の負担というのであればです、ね、これは金融資産も加味するべきだと、金融資産も足した上でです、ね、保険料を計算すべきだという考え方、あると思うんですけれども、これ、どうしてそうなってないんでしょうか。この辺りお願いします谷保健局長 お答えいたしますあの。国民健康保険の保険料でございますけれども、議員ご指摘のとおり、世帯所得に応じた負担、所得割と、世帯人数に応じた負担、これ均等割と申しますけれども、この組み合わせを基本としながらも、地域の実情に応じまして、世帯ごとの定額負担、これ、平等割と申します、それとあの固定資産税額に応じた負担、資産割を組み合わせて算定することと。あの すすることとしておりますでご指摘の資産割でございますけれどもあの、負担能力に応じた保険料、つまり大の部分といたしまして、所得割を保管する役割を果たすものでありまして、あのなぜか固定資産かと申しますと、これは固定資産税額に応じてということでございますので、自治体において把握可能であることから、固定資産税額を基に算定することとしたものでございます。白石君 こ定資産税をですね加味する自治体も2割ぐらいありますので、これを免除して、フローのところだけですね見る方がむしろ公平だと思いますので、よろししくお願いしますそれから今月からですね介護福祉士に対して処遇改善手当が適用されて、本来ならばですね、 えーまあ、あの国からあ支援金があ介護施設に届いているわけですから、それらが介護士の給与に反映されていないといけない、ところがちまたの噂を聞くと、自分は上がってなかったよというような声も出てるみたいです、まあ、厚労省としてはちゃんともう、あの手当てはしてるわけですから、それがちゃんと、えー、使われているか。 介護士のところに届いているのか、確認すべきだと思うんですけれども、その今の、えー、体制を教えてください大島厚生労働省老健局長。お答えいたします あの介護職員のさらなる処遇改善としまして、委員ご指摘のとおり、この10月から、万年で1000億円の公費を投じまして、新たな賃金改善を始めております。でこの仕組みにつきましては、これまでの賃金改善もそうなっておりますが、事前にあの引き上げを行う事業所から、処遇改善に向けた計画を出していただき、それから事後に実績報告を取っております。でそそのののの計画段段階階ででももれから事後の実績の段階でも、えー 加算額によって得た収入と賃金の改善額を比較して、賃金がちゃんとそれを上回っていることを確認することをとっておりまして、きちんとこの仕組みにつきましては、今回の職遇改善につきましても担保していきたいと思っております白石君。 計画を出させただけじゃなくて、ですねそして実際の賃金のちゃんと厚労省としても比較して、もしそれがちゃんと反映されてないようだったら、指導するようによろしくお願いします。次の質問は、難病についてなんですね。難病法が施行されてですね、施行されたのは2015年1月と。 えーまあ、4年前ですけれども、えー、そのことによって、えー、その難病をとされるその数がです、ねえー、増えたと、えー、それまでは56にしかすぎなかったものが、今、333にまで増えてると、これはいいことなんですけれども、一方、デメリットとしてです、ね、一つは月額の自己負担額があ総じて上がってしまったと。 つまり自己負担を患者さんとしては、多く支払うことが強いられるということが一つと、もう一つですね、これはまた非常に大きいと思うんですけれども、もう一つは、軽症とされてしまったら、軽症と認定されたら、一般の健常者と同じ3割負担になってしまうということなんですね。ところが、難病の,その病気によっては、 非常にです、ねえーえっと、病状の変動が激しくて、まあ、薬、調子が良かったらいいんだけれども、えー、悪いときには悪いとで、また薬を飲んだらまた良くなると、でそれでいいときにその認定を受けてしまって、で軽症ではないと,あ、えっとえっと重症ではないと、軽症とされてしまったらです、ねえー、一般の健常者と同じになってしまうと、まあ、非常にこれが不安を生んでいるわけですね。 難病患者の皆さんにとってはで、えー、そのため、どういうことが、まあ、起こっているかというと、えー、もし軽症として認められても、その救済措置として、軽症高額特例というのがあって、軽症高額特例というのがあって、でこれで、えー、特例が認められるためにです、ね、わざわざ高いお薬を注文して、 でえー、もし軽症となっても、こちらで救われるようにすると、まあ、高いお薬というのはあの、後発薬ではなくて、先発薬を指定するといった形で、特例で救われるようにする、そういったちょっと歪みが起こってるわけですね、そこであの質問なんですけれども、まあ、要望も含めて、えー、ですが。 この難病の軽症かどうかを認定する際は、その病状というのは非常に変動するということも含めて、非常に弾力的に認定すべきだと思うんですけれども、その辺政府いかかがでしょうか宮崎健康局長。 お答え申し上げます。えー 今、ご指摘のありました点につきまして、あのまあ制度改正のときにあの他の制度との均衡の観点とか、いろいろ広く国民の皆さんの理解を得る観点から、まあ、患者さんの団体とか有識者の意見も踏まえまして、医療費助成の対象患者について、まあ、症状の程度が一定以上のものとするというような形で、えー、あの制度を創設させていただいて、運用させていただいております。で今あの議員がが指摘があったようなケースっていうのは はちょっとですあの私も今お伺いしてあの、そもそも制度の趣旨からしてもあの反するというか、適切ではないというようなことも考えられまして、まあ、そういうあの医療費の助成とか、軽症患者さんへの支援の在り方というのは、今まさにあの先生、ちょっとお話ありましたが、えー、難病の見直しの検討規定ございまして、えー、今、そういうこともあのテーマに。えー 今後どういうふうにしていくかというところを、えー、関係の審議会などで議論させていただいているという状況でございます白石君。その最後で私が言ったのは、ひ歪みという部分はです、ね、それぐらい軽症と認定されることに対する不安が大きいということですので、それも十分踏まえてです、ね、またよりよい制度にしていただきたくお願い申し上げます終わります。 次に岡本光之君まだまだ入れ替わってない。来てない答弁者 君はい。